かりました。ん、はい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 、ストレッチですか？実際に皆さんができるストレッチ、それは次の動画でお話をしていきます。はい、お願いします。で、この大臀筋をなぜ狙うのかというと、座骨神経があって座骨が覆ってます。これをこういうふうにギューッと伸ばす方向に1、2、3、4、5、6、7。はい、整体院婦科院長の松田です。はい、副院長の松尾です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、前回の動画に引き続き、座骨神経ですね、しびれの治し方ストレッチ編ということでご紹介をしていきたいと思います。もしね、前回の動画見てない方は前回の動画この下のあたりにあると思いますので、ぜひ見てください。その時ね、松尾先生が、はい、茶番をね、混ぜながら私たちの名茶番がありますので、ぜひ見ていただければと思います、はい、はい、でですね、前回お話しした内容をですね、復習していくと、腰痛の原因、しびれの原因っていうのは、腰じゃなくって、股関節周りにすごい多いんじゃないかと、ね、それ以外 もちろんありますけど、股関節周りが非常に多いんじゃないかということで、薬が効かない理由からですね、実際の、こういうところをやった方がいいっていうところまでアドバイスさせていただきました。で、今回はですね、実際にもうストレッチをやっていきましょうというような動画になります、はい、で、今回はどんな動画ですか？はい、前回ですね、お尻がやっぱり、お尻周りですねが、座骨神経痛だったりとか、腰痛の原因になりやすいってお話をしたので、今日はそういったところをね、ご紹介できたらいいんじゃないかなと思っております。ですね、はい、ということで、実際お尻周りですね、ちょっとお尻を見してもらっていいですか？はい、いいですね、私が彼と出会ったら4年前なんですけども、はい、2倍ぐらいになったんじゃないかな。間違いないです。ですね、ここお尻が、皆さんありますよね、お尻の部分。ちょっとね、これね、大臀筋って言って、大きなお尻の筋肉って言って、大臀筋ね、あと中臀筋、小臀筋、大中小臀筋があります。あとは外旋六筋といって、二条筋、総四筋とかね、いろんな筋肉がこのお尻についてて、非常にですね、人間の体の中で見ても非常に筋肉が多い場所です。で、なおかつですね、足に行く血管、神経、リンパ、いろんなものが出てきてるんですね、ここね、神経も出てくる。で、その中の一つに座骨神経という非常に大きな神経が出てきます。このお尻の部分から足の先まで行きます。で、この座骨神経っていうのが、圧迫されたりとか何か傷がつけたりね、座骨神経って言って座骨神経がこう圧迫されたり傷がつくことによって、しびれが出てくるというような流れになっています。ですので、それを解決していきましょう。じゃあどう解決するのかっていったら、今日狙っていくポイントはここの人間の体の中で一番大きいと言われる大臀筋ですね。大臀筋、大きなお尻の筋肉ですね。この辺に図が出てると思いますので、ぜひね、見ていただきたいんですけど、この大臀筋っていう筋肉、どういう筋肉かっていうと、足を後ろに引くですね、蹴り上げるような後ろに引く筋肉でもありながら、あとはね、ちょっと軽く外側に、開くような筋肉でもあるんですね。で、一番収縮している、一番縮まっている状態はこのあぐらをかいたような姿勢って言われてますね。あぐらをかいたような姿勢、逆に一番伸びているのはこう逆の方の肩にですね、膝が近づいている状態、これがですね、一番伸びている。だからストレッチとかをするときはこんな風にね、してると大臀筋が伸びているというような状態です。で、この大臀筋をなぜ狙うのかというと、至って簡単で、この大臀筋っていうのはもう書いて字のごとくに人間の体の中で一番大きい筋肉なわけです。ということはですよ、この大臀筋が硬くなれば、その中にですね、座骨神経っていうのがありますので、座骨神経というのがあるので、この大臀筋が硬くなってしまったら、座骨神経があって大臀筋が覆ってます。なので、この大臀筋硬くなるとギューッと中に圧迫しちゃうんですね、この座骨神経を。で、圧迫するとどうなるかっていうと、この座骨神経がしびれが出てしまったり、動きができなくなって傷がついてしまったりですね、してしまう。だからこの大臀筋が硬くなってしまううのを、防いであげる、もしくは硬くなっているのを取ってあげることによって座骨神経が動きやすくなって、しびれがなくなってくる、ね、これよくありますので、ぜひですね、今からやっていく大臀筋のストレッチ、ぜひやっていただければと思います。じゃあですね、ちょっとやっていきますので、移動します。せーの、はい、ということでやってきました。ですね、まずは皆さん、これは座った状態で行っていきます。私はベッドの上でやってますけども、皆さんは床でもいいですし、もしくは椅子の上とかでもできますので、こういう状態にしてください。で、今回は左のお尻を伸ばしていきます。で、まずは左の足を曲げてもらって、左の足首を右の膝の上ですね、
ですね、膝の膝、右の太ももの上ですねに置きます。でこの状態で後ろに手をついてください。でここからぐーっと右足を曲げていく、こういう姿勢ですね。はい、この姿勢にしていくと、まあ多分右のですね、かかとがこう曲がってくるというか、曲がってくればくるほど何かこの左のお尻のあたりにこう伸び感を感じるんじゃないかなと思います。これがですね、大臀筋がストレッチできている状態です。でもし伸び感がないのであれば、体が曲がってしまってるね、のでしっかりおへそと太ももですね、おへそと太ももが近づいている状態ね、体が曲がらない、こういう状態にしてあげてください。で伸びてるところでここからこれでストレッチできるんですけども、ここから少し私の松田スペシャルを加えたいと思います。何かというと筋肉のですね、収縮っていうのを入れていくんですけど、何かというと、まあ、筋肉っていうのは使った後が一番緩みやすいって言われてますね。例えば運動をした後ってすごくなんか体が柔軟、なんか柔らかくなってる感じだけど、次の日に硬くなったりとかねするんですけど、まあ、使った後って柔らかくなりやすいので、その原理を使って柔らかくしていきます。なのでこの姿勢になって伸びているところから、左足、右足の膝の上に乗ってますよね。これをこういうふうにギューッと伸ばす方向に、伸ばす、ギューッと伸ばす方向に力を入れてください。で右足は伸びないように止めておくですね。だからまあ押し合いっこして、私は何も動いてないように感じますけども、ここではグーッと押している状態です。でこれを7秒間いきましょう。で、いきます、一緒にいきましょう、せーの、1,2,3,4,5,6,7、 はい力抜いていくと、もう1回ですね、体、おへそがですね、ぐーっとさっきよりも近づきやすくなると思います。これをですね、3回続けていきます。で次いきます、もう1回押し合います、せーの、1,2,3,4,5,6,7、 はい力抜いて、でするとさっきよりもまた近づきやすくなるね。まあ、自分のお尻を右足の方に近づけてもらってもいいし、右足をこう近づけてもいい、どちらでも構いません。でこの時背筋がまっすぐなるようにしてください。でもう一回いきます、せーの、お尻、1,2,3,4,5,6,7 はい力抜いて、でもう一回ギューッと近づけていくと、まあ、さっきよりですね、この胸の方に左足が近づいてきて、あら、こんなに私動くのかなっていう風になってきたんじゃないかなと思います。はいですね。でこれを大体3回から5回、まあできるのであれば何回でもやってもらっていいですけど、まあ大体5回ぐらいを目安にやっていきましょう。あと2回いきます、せーの、1,2,3,4,5,6,7、 はい力抜きますね。だいぶね、こういう風に近づいてきたんじゃないでしょうか。はい、もう一回いきます、せーの、最後、1,2,3,4,5,6,7、 はい力抜いて、はい近づけていきます。はい、わかりますか？最初より全然近づいてますよね。で皆さんも多分近づいてると思います。でこの時のポイントは呼吸を止めないことと、あとは背筋がまっすぐする、これ丸くなっちゃうと伸びませんので、しっかり背筋を伸ばした状態でやってます。でこれで戻していただくと、足をね、こう軽く動かしてもらったら分かりますけど、まあ、全然ですね、こっちの軽さが違うと思います。あと見てもいい？あとですね、降りた時のこういう風に前にしゃがんだ時の左の張り感だったりとか、あと足の上げやすさっていうのが変わってくるんじゃないかなと思います。でこれを左右ですね、しっかりやっていただければと思います。でこれがポイントになりますので、ぜひやってみてください。じゃあ戻ります。はい、ということで皆さん、ストレッチいかがだったでしょうか。でこれのポイントね、もう一回まとめますけども、この辺で出ると思います。ポイントですね、まず息を止めないですね。息止めちゃうと力が逆に入っちゃって筋肉硬くなっちゃいますので、息を止めないね。で2つ目、痛みを出さないですね。痛気持ちいいぐらいですね。あー、痛気持ちいい、痛気持ちいい、気持ちがいいなぐらいでやってあげてください。痛みが出すぎると逆に硬くなっちゃいますですか。この2つのポイントをしっかり守ってください。で今のストレッチに関しては、しっかりですね、こう自分の背骨、背筋をしっかり伸ばした状態で、まあ、左足を伸ばすのでは、左のですね、ふくらはぎ
だからですね、自分の胸の方に近づいてくるようにしっかり一個一個近づけながら、力を入れるとき抜くとき、これをですねしっかり交互にやりながら、だいたい5回ぐらいやっていただければと思います。でこれを左右やっていただければ、だいたい1ヶ月間ぐらいですね、毎日 2,3 回やっていただくだけで、あの効果が出てきますし、まあ、やった後ね、結構こう足の方が楽になってくる、あったかくなってくる感じもあると思いますので、まあ、ぜひですねこちらの方やっていただければいいかなと思いますので、ぜひしびれの方は要チェックやで。はい、急にですねスラムダンクが入りましたけど、これでね終わりにしていきたいと思いますけども、松尾先生が全然笑わないんですもん、今のスラムダンク見たことない。もう非国民やぞお前それ。ちょっと世代がね、世代が、世代、いや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 、お前桜木花見もやめときましょう。はい、ということで、ぜひですね今日のストレッチ、前回の動画で、ね、よかったなっていう人はチャンネル登録してですね、見逃さないようにしていただきたいですし、あとはよかったらいいねとコメントの方もですねお願いします。でもしね質問があればコメントの方書いていただければ私たち動画で撮りますので、ぜひまたコメント、いいね、あとチャンネル登録忘れずにやっていただければと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょうか。はい、はい、じゃあ今日はこれで終わりますので、またぜひ次お会いしましょう。じゃあね。